カトリック教会、聖公会、および一部プロテスタントで用いられる、ホスチアとも呼ばれる無発酵パン。写真のように薄い形状をしたものがよく用いられるが、稀にせんべいのように厚い無発酵パンを用いる、教会もある。聖教会の生体礼儀で使われる聖パン。写真に写っているのは、性変化に用いられる、大きなパンではなく、生体礼儀中の記憶と呼ばれる祈りに使われる、 小さなパンであるが、形状は同じものである。生体とは、カトリック教会、聖教会、東方諸教会など、キリスト教諸教派において、ミサや生体礼儀で配慮、礼拝するために性別されたパンを指す。キリストの体の実体として信じられている。性別によって、パンと葡萄酒が、キリストの体と地の実体に変化することを、性変化という。性変化が、 典礼中のどの時点で行われるかについては、教派によって、進学的見解が異なる。カトリックでは、生体のパンとして、イースト菌を使わない一種のウェハースを用い、これをホスチアと呼ぶ。ホスチアは、ラテン語で、生贄という意味で、もともとは、生体として性別されたパンとブドウ酒を指していたが、性別されたパンの方だけをホスチアと呼ぶようになり、さらには、 生産用に作られた性別される前の種なしパンをも、ホスチアと呼ぶに至った。生産式に、ホスチアと呼ばれるパンを用いるようになったのは12世紀頃からで、あるが、種なしパンの使用は9世紀頃に遡る。カトリック教会の場合、パンと武道種の両方を指して、生体という場合がある。その両方を信者が配慮することを、両形体による、生体配慮と呼ぶ。 聖教会では、巫女と体と巫女地を基本的に常に共に了承するため、特別の用語は存在しない。また、聖教会では、変化した武道士とセットに捉えて、巫女体尊血と呼ぶことも多い。カトリック教会及び、聖教会においては、乳児や重篤な病人などで、固形物を塩化不可能な場合、生体の配慮を行わず落ち飲みを持って、 生体の配慮とみなすことがある。なお、カトリック教会、聖教会ともに、ご生体と呼ぶことが多い。東方教会ではイーストを用いた発酵パンを使用する。性変化する前のパンをプロスホラと呼ぶ。変化した後のものを生体と呼ぶことは、カトリック教会と同様である。プロテスタントの教材説や象徴説、臨在説では、固い説を認めないので、 生体という呼び方はしない。ただし、プロテスタント教派に分類されているうちで、聖公会では性別後のパンと葡萄酒をそれぞれ生体聖地と呼ぶ。ラテン天礼の流れを組む、聖公会でも、カトリックのホスチアと同様のイーストを使用しない、無発酵のパンを用い、ウェファーやホストと呼ぶ。また、聖公会の生産式で、信者は両方を受けるが、この形を、二種。 倍さんという、ありがとうございます。